もう少し早く避難を促すことができていればと今でも悔やまれますが、母からは身をもって命の大切さ、また命を守るためには早めの避難が大切であることを教えてもらった気がします。毎年のように激甚化する自然災害が各地で発生をしている中で、マミの被災経験を全市の防災対策につなげ、災害に強い地域づくりに取り組んでまいります。